今週のこんにちは中央区です。区内のイベントや出来事をお伝えするトピックスでは、図書館員が選んだおすすめの子ども図書店と春季区民体育大会ニュースポーツ大会を、区政情報をお届けする中央ブックマークでは児童館祭りについて、街角展示館探訪では幼児資料館をご紹介します。皆さんいかがお過ごしでしょうか。こんにちは中央区です。キャスターの渡名喜織江です。それでは今週のトピックスです。現在日本橋図書館では図書館員が選んだおすすめの子ども図書店が開催されています。これは4月23日の子ども読書の日に合わせた催しの一つで、他にも区内の図書館でお話し会を開くなど、子どもたちに本を好きになってもらうため多くの本に親しむ機会を作っています。この図書店で紹介されている本は、会場である日本橋図書館だけでなく、京橋図書館、月島図書館からもおすすめの一冊が集められています。今年のテーマは児童書で巡る世界の国々としまして、絵本1、2年生向き、3、4年生向き、5、6年生向きと、それぞれの年齢に合わせた日本で翻訳されている絵本や物語の本、いろいろな国のことがわかる調べ物の本を大きく5つの地域に分けて紹介しています。私はこちらの本をおすすめします。この本は可愛いイラストで各国の民族衣装を紹介しています。日本橋図書館の鷲見さんがおすすめする本をはじめ、会場にはおよそ100冊の本や絵本が展示紹介されています。世界の国々のさまざまな本が集まったこの図書店は、6月22日金曜日まで開催しています。4月29日の昭和の日、春季区民体育大会ニュースポーツ大会が開催されました。佃中学校を会場に2種目のニュースポーツが行われたこの日、午前に実施されたのは、羽のついたボールをクラブで打ち、専用のホールに入れるまでの打数を競うターゲットバードゴルフです。ボールをしっかりと見て、飛ばす方向に注意しながらフルスイング。皆さんは一打でも少なくホールインしようと、真剣な表情でプレーしていました。午後から実施されたのは、チームで行う競技、ペタンク。各チームがボールを投げ合い、ビュットと呼ばれる目標球の近くに自分のチームの球をいくつ近づけることができるかを競うスポーツです。止まれ！いけいけいけ、ゴーゴーゴー！入った。狙いをしっかり定め、ボールを投げたり、相手のボールを目標に近づけないようブロックしたり、仲間や相手の球、目標を動かしたりと、チーム内で戦略を練りながらプレーする皆さん。初夏を思わせる陽気の中、参加した皆さんは爽やかな汗を流し、ニュースポーツを満喫していました。ここまで区内の話題を2つお伝えしました。続いては区政情報をお届けする中央ブックマークです。
今回は児童館祭りについてです。毎年5月5日子どもの日から1週間は、子どもの健やかな成長などについて国民全体で考えることを目的とした児童福祉週間です。区ではこれにちなんで、京橋、日本橋、月島の各地域で児童館祭りを開催します。京橋地域児童館祭りは5月13日日曜日午前11時から暁公園で開催。お祭り大好き児童館ワンダフルジャパンと題し、クイズやゲームなど会場では和をテーマにしたさまざまなコーナーを楽しめます。月島地域児童館祭りは同じく13日日曜日午前10時30分から月島第一児童公園で開催。ワイワイ子どもデー、それいけ月リンピックと題し、体や頭を使って楽しむコーナーが多数設けられます。そして日本橋地域児童館祭りは5月20日日曜日午前11時から浜町公園で開催。バシバシ遊ぼう日本橋と題し、工作や運動遊びなど様々な催しに参加することができます。この他にも5月7日月曜日から19日土曜日までの期間、区内各児童館では様々なイベントを行います。詳しくは各児童館までお問い合わせください。ご紹介した内容については区のお知らせ中央5月1日号1面と2面に掲載されていますので、ご確認ください。続いては街角展示館探訪です。このコーナーでは中央区の多種多様な文化資源を皆さんに広く知っていただくために開設している街角展示館をご紹介します。今回は日本橋室町にある幼児資料館を訪ねてみました。日本橋室町1丁目、大きな藍色ののれんが目印の日本橋猿屋。幼児資料館はこの店内にあります。1704年が創業でして、爪楊枝の専門店です。で、展示物としては昔から使っている、お菓子楊枝の細工の楊枝ですとか、創業当時の浮世絵であったり、江戸時代に使っていた楊枝などが、展示されております。一つ目の展示物がこちらでして、今作って、もらっている職人さんの、師匠さんが、師匠の方が、作ってくれた、細工用紙になります。代表的なものは、竹ですとか梅ですとか、うなぎですとか、竹の模様を、表していたり、うなぎの形にしたりと、こういった、細工用紙が展示してあります。細かい部分でも妥協を許さない、そんな思いを抱き、熟練の職人が一本一本丁寧に仕上げた細工用紙、特徴的なものを伺いました。こちらがザクで、2寸の、長さになるんですけれども、模様が特になくて、一番シンプルな形をしておりまして、職人さんが最初に作る練習になるのがこの形になります。こちらののしが、のしのように木で結んであるんですけれども、結んである部分、この上の部分ですね、
こちらがですね、木を削って、平べったく平らにするまで削りまして、それをこう結ぶというので、こちらが一番西京寺の中では難しい、商品になるかと思います。こちらが、2つ目の、展示物になりますけれども、房楊枝といいまして、江戸時代に使われていた楊枝を、復刻した形ではあるんですが、楊枝はもともと身分のある人、武家ですとかそういった方々が使うものだったんですが、3代目の徳川家光の時に庶民の人たちにも、使われるようになりまして、その当時使われていた形がこういった楊枝でして、上の部分がですね、歯ブラシとして使っておりまして、下が歯間の掃除、今の爪楊枝ですね。で、明治時代に入って、今使っているような歯ブラシが西洋から入ってきましたので、上の部分がなくなって、現在の楊枝の形になっていったと言われております。こちらが3つ目の展示でして、歌川国芳が描いた浮世絵になります。照り振り帳という道を、描いた、浮世絵になりまして、照り振り帳とは晴れていても雨が降っていても、にぎやかだよねっていうことで、下駄屋さんですとか、傘屋さんがあるような、そんな浮世絵がありまして、で、その中でもこちらに、房楊枝が、置いてあって、当時の、猿山を表している、そんな展示物になります。熟練の技を持つ職人の繊細な仕事を知ることができたり、江戸時代の店先の様子を垣間見ることができる楊枝資料館。アクセスは地下鉄三越前駅から徒歩5分。祝日を除く月曜日から土曜日の午前10時から午後6時まで開館しています。楊枝の専門店ですので、いろいろ楊枝入れですとか、他にも商品がいろいろとございますので、お近くにいらした際にはぜひ、足を運んでいただければと思います。普段何気なく使っている楊枝の歴史や職人の技に触れることができる展示館でしたね。現在区内に22カ所ある中央区街角展示館、各施設について詳しくは専用のホームページをご覧ください。続いて中央区からのお知らせです。5月16日水曜日午前11時ごろ、全国一斉の全国瞬時警報システム J アラートによる試験放送を実施します。屋外に設置している防災行政無線と緊急告知ラジオから、これは J アラートのテストですを3回、こちらは防災中央ですを1回放送します。ご理解とご協力をお願いいたします。さて、お伝えしてまいりました、こんにちは中央区です。今回はここまでです。次回の番組の更新は5月13日日曜日です。最後はイベント情報をご覧いただきながらのお別れです。それではまたお会いしましょう。